はい、皆さんおはようございます。久しぶりの釣りというか、久しぶりに釣りでカメラを回す感じなんですけど、もう時は5月、そろそろ何か釣れるんじゃないかと思ってですね、今日はですね、 ある釣果投稿サイトのアブガルシアのマイクロジグフラットを使った大会みたいなのがあったですね。とにかくアブガルシアのマイクロジグフラットというメタルジグで釣った魚をですね、そちらの方に投稿すればグッドサイズ賞とグッドフォト賞だったかな、なんかちょっとそんなんでなんかもらえるということですね。こちらですね、アブガルシアのマイクロジグフラットですね、14g、これを使ったですね。これまあ買った時はリアがついてないんですけども、今リアダブルフックつけてます。はい、これで今日は何かを釣ってみたいと思います。もうこれで釣らなきゃ意味がないんですね。今日はこれブルーピン赤金、コットンキャンディーと、もう3色でですね、何か釣れればと思ってやってまいりました。それでは早速行ってみたいと思います。行きます。記念すべき第1投目、いってらっしゃい。まずは上を巻いてみましょう。徐々にカウントダウンしてきた方がいいかな。気配がない。はい、うん、これリアがない方がいいんか、ある方がいいんかちょっと分かんないですけど、
佐護市 49.5 でした。ちょっとギャラリーが来られたんでカメラを止めたんですが、佐護市です。相変わらず田んぼ入れが下手くそ、一瞬抜き上げちゃおうかと思った。やっぱり赤菌が良かったのかな、濁ってましたから。さあもうこれ本日のラスト1投、最後いきます。いってらっしゃい。いいですね。それで終わります。それではまた、バイ。あ、じゃあいいでしょ。慣れた。